サンズ・ソンズとは日本のロックバンドである。2010年結成。バンド名はコンセプトとしているメンバーがサンズの川の渡し森であるという設定に結成当初のサンピースという意味をかけている。現在はサポートメンバーを加え4人体制としてライブを行う。助長的歌謡ラウドを名乗り、ラウドかつメロディアスな楽曲。 過去から現代日本の物語を中心とした歌詞が特徴である。またライブのことを歌劇と呼ぶ。サンズ・ソンズからのリーダー的立ち位置であり、ほとんどの楽曲の作詞作曲を行う。派手な紅色の和服をまとい、ライブではセンスを振りながら歌う。もともとギターボーカルであり、2015年3月20日以降からピンボーカルに転向。ギター以外にもベース、キーボード、 ドラムなども演奏することができる。主にメロディを歌うアベヤストは対照的にシャウトやデスボイスを担当する。ルックスに関してもアベヤストは対照的であり、寒色系の和服や時には漆黒の衣をまとう。紳士的な雰囲気を持ち純様と呼ばれる。非常に多様なエフェクターを使用し、一般的なベースとはかけ離れた非常に独特な重低音を操る。 ツーバスセットに和山をマウントした派手なドラムセットを使用する。メンバーやファンからの愛称はアンコであり、長発で中性的な顔立ちのためによく女性と間違えられる。2014年2月27日の歌劇で正式加入が発表された。岸もがみ以降参加。旧メンバーミニアルバムコンピレーションアルバム。ありがとうございます。